シビックの外装見ていきます。まずフロントバンパー右前からですね。まあこの下の方とかちょっとね、あの飛び石とか、薄い線傷みたいのはついてますけども、まあ、特に大きく目立つような傷っていうのは見当たらない感じですかね。まあこの辺の飛び石傷とかですね。でリップ中央部分、まあこの辺りもちょっと飛び石傷がこんな感じで、ついてはいます。まあこの辺はね、地面に近いところで仕方ないかなっていう感じですけども、でこの左前のここだけですね、ちょっと、割れが見受けられる感じです。こんな感じのバンパーになってますね。まあ、この辺もちょっと薄い傷と、あとちょっとここがひび割れが、入ってるかなって感じですね。でヘッドライトはかなり綺麗な状態で、まあ、グリル周りも綺麗ですね。こんな感じです。続いてボンネット、へこみはとりあえずないかな。で、まあ傷はですね、これ飛び石傷がこうちょこちょこちょこっとあるかなっていう感じですかね。まあどれもちっちゃい、飛び石傷ばかりです。こんな感じですね。目立って大きな傷というのは見当たらない感じですね。こんな感じになってます。で、左のフロントフェンダー、ちょっとこう傷があるかな。こんな感じですね。まあ、特に目立つような傷はないですね。で、ホイールがレイズの C28 ブロンズですね。ガリ傷はちょっとこんな感じで、ついてます。タイヤサイズはフロント25535の 18E ですね。タイヤの溝はまだ、結構残ってますね。ディレッツァの G3 入ってます。ドアミラーはこの辺の、まあこれは多分ちょっと落ちそうかな。で助手席側のドア、特に気になる傷は見当たらないですね。で、まあ、ドアの下の方ちょっと薄いね、飛び石傷とかがありますけども、まあ、そんな目立つような感じじゃないですね。でサイドステップ周り、こちらもこんな感じで綺麗な状態です。で左後ろのドアちょっと傷がありますね。そこ以外は特に目立った傷というのはなく、まあ薄い線傷があるかなといったレベルですね。左側面の、へこみは特に見当たらないかな。大丈夫ですね。で、左リアのフェンダー周りですね。こんな感じで、まあ、特に目立つような傷は見当たらないですね。で左リアのホイールです。こちらは、まあ、この辺りにちょっとガリ傷があるかなという感じで、リアタイヤはですね、71R 入ってます。タイヤサイズは225/4018 ですね。でリアタイヤの溝は、まあ、こちらもまだ残ってますね。はい、ここちょっとタッチアップしてますね。続いてリアバンパー見ていきます。リアバンパー綺麗ですね。こんな感じで、あ、ここはちょっと傷ついてタッチアップがしてるところがあります。これぐらいですかね。こんな感じですね。そしてトランク、この辺りは特に傷はなくて、へこみも見当たらないですね。で、リアウィングの色あせとかも出ていないです。こんな感じですね。
続いて右側面、見ていきます。右リアのフェンダー周り、艶もあってね、綺麗ですね、こんな感じ で、右リアのホイール、こちらはガリ傷はほぼないですかね、まあ、この辺りにちょっと、あるぐらいといった感じです。で右のリアのドア、綺麗ですね、特に気になるような傷は見当たらないです。サイドステップ周り、ですね、この後ろの方ちょっとこの辺りですね、擦ってるところがあります。こんな感じですね。で運転席のドア、運転席のドア綺麗なんですけど、ここにちょっと取れないような、これなんだろうな、傷でもないんですけどね、ちょっとなんか汚れみたいな、ちょっと後で落としてみようと思います。サイドステップ周り、この辺りはね、こうやっぱ乗り降りの時にちょっとね、足当たったりで、ついたような薄い傷があるかなといった感じです。右側面のへこみ、あ、ここちょっとね、へこみありますね、わかりますか、ちょっとこうウニッとなりますね。ただ横から見ないとわからないレベルです。ここの辺もね、ちょっと2箇所ぐらいありますね、へこみがね、こんな感じで、この辺りもあるかな、うん、横から見たらわかるレベルって感じですね。ドアミラーは綺麗な感じで、右フロントのフェンダー周り、こちらも綺麗ですね、こんな感じですね。で、右フロントのホイール、こちらはガリ傷なさそうですね。最後にルーフです。へこみ、傷ともに特に見当たらないですね。そんな感じで、綺麗なルーフになってます。はい、以上シビックの外装でした。